はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、マントル高校投手ですね。今回はオクタビア使ってやっていきたいと思います。で、自分のオクタビアは SR のプラス3ですね。ちょっと今の状況だとここが限界です。で、オクタビアはね、ただもうちょっと無理してプラ3まで持ってったんですけど、やっぱりね、解放して使いたい。35で固有はつくんですけれども、37になると筋力ボーナス4で、40だと筋力ボーナス8で、45だと技術ボーナスがね8つくんで、これやっぱりね、できれば45で使いたいというのはありますけれども、もうすでにね PR の大丈夫博士像何個か、ぶっこんじゃってるんで、ちょっとこれ以上はきついかなというところになります。ちなみに PSR の50だと、やる気が150になります。35でやる気効果が 50% ついてるところに、プラス 100% ですね。レベル50でやる気150となりますので、まあ、解放すればするほど強くなるキャラクターとなってます。でスタミナ条件がありますというところで、編成は、こんな感じですね。サンタサナちゃん解放できなかったんで PSR プラ4で止まってます。で、ドウエ君の50はもうなかなかいないんで、ちょっと妥協して今回42でお借りしてます。とあとはアーサーで、虹谷と、ダイゴ君を連れてきてます。心石をサンタサナちゃんからもらって、で新街道ですね、また取っていきます。で、星の石は相棒イベントで稼ぎ出していくような形になりますと。じゃあこれでちょっとやっていきましょう。ちなみにオクタビアもう何回かは使いましたけれども、完全制圧なんか一回も成功しないんだけど、休息、まあ、ありがたいはありがたい。しかも来た、パワーアップしよう。大丈夫大丈夫、お願いします。死んだ。さようなら。ダイナマイトだけ見よう。あ、微妙微妙微妙、メンタルダイナマイト。じゃあさようなら。誰これ、大貫くん。先ほどの大貫くんが死んでしまったんでテイク2いきます。同栄くんは PSR プラゴにバージョンアップしてます。ただサボり癖がついているという。どうしよう、コツがあるわけじゃないんで、もうちょっとめんどくさいから、同栄の PSR プラゴをちょっと探し出すのが面倒いんで、このまま続行します。治んなくても続行します。治んない、ほんとこれサボり癖直してさ、サボり癖イベントでまたサボり癖来るのがもういっちゃんストレスたまるよね。うん、まあいいや、コツがあるわけじゃないんで、ちょっともう何も見ない、通院する。2周もかかったか、ヤブイシャメ、一発で見抜いてくれ俺のサボり癖を。お、いいね、コツ、オクタビア、これは回収していこう。よし、逃げ玉、逃げ玉は同栄くんの逃げ玉がかぶってるんでね、同栄くんからはやっぱり伸びをね、何が何でももらいたいんで、ちょっと同栄のコツは積極的に追っていきます。で、あとサナちゃんとダイゴの評価も上げたいんだけど、ちょっと星1回だけ休もう。ちょっと言えないから、全然練習してないけど寝れない。まあいいや、結果オーライ、結果オーライ。同栄、これ根性骨がもらえます。あとちょっと石をね、やっぱり見ていかなきゃいけないんだけれども、そうだ、俺はいつも監督強化が足りなくなるから、監督に手土産を持ってきた。いっぱいあるしね、いやアイテムとか余りまくってんだけど、2つしか持ち込めないからね、もう使わないやつとか全く使わないし。石ね、やっぱりちょっと注意してやっていきたいけど、ダイゴの評価も上げたいよな、サナちゃんの評価も上げたいけど、微妙だな、石が微妙だな。評価下げ、序盤は評価下げ大事で、オクタビア、これはちょっと下にしておきます。
かなか珍しいコツをくれる。で、コツ、堂上か虹谷か、まあ、どっちでもいいんだけど、やっとこう。これは 6% だけど、まあ、1桁だったら多少強行してもいいと思う。よし、とりあえずポンコツは掴んでおいた。出た、早い、オクタビアと一騎打ち。ちなみにさっきの大貫くんは完全制圧成功したんだよね、まあ、だから続けてたんだけど、サラちゃんは無理だから、ちょっとオクタビア逃げ玉のコツを取ったんだよね。そう、逃げ玉は潰しておきます。あ、勝ち運が取れねえ。いや、どっち取るって言ったらどっちがいいのこれ。いや、ちょっと逃げ玉取っとこう。はい、メンタル、勝ち運が来た。で、ここは特にモテモテはいらないんで、体力を減らしたくないので真ん中にします。ムード丸は取れなかった。で、コツを見る。またオクタビアか。ちょっとオクタビアほっとこう。で、死んでしまうね。雫石足りてないんで、ちょっとこれ休んどこう。なんかこいつ全然寝れねえな。いや、早えよオクタビア、これ無理だよ。結構失敗するんだよねオクタビアの完全制圧。コツ、オクタビアよく来るな。サナちゃんはそもそも評価を上げたいんで、やっとこう。評価上げが全然進んでない。低め、ありがたいです。これ評価上げたいんだけどな、体力がないんで、ちょっと一番下にしちゃいます。ちょっと体力に走る。で、星はほっとく。オクタビア宝石で、ちょっと待ってあれよ、勝ち運よ。さすがにこっから勝ち運取るのはもうアホらしいから、6だしね。これは潰しておく。オクタビア、練習、宝石。オクタビアとキレを持ってるはずなんで、キレは虹谷と被るんでね、まあ、うまく取っていきたいところではあります。で、ちょっと見てみましょう。何も作ってないからね。宝石作れねえじゃねえかよ。亀石が足りないのか。で、コツ、アーサーか。大悟の評価が上げられるね。ちょっとここは亀石回収できますか。大悟の評価も上げつつ、伸び、ありがたい。まさかアーサーから伸びをもらえるとは思わなかった。びっくりする。アーサーマジで、もうコツは全然期待できないからね。うん、無理だな。ちょっとこれ死んでしまうし、まあたまたま欲しいしだし、寝ときますか。ちょっとそろそろ告白と絆気にしていかないと。11月に入っちゃったからね。同上か、これやっと来て。評価、大悟とさなか、超悩む。コツ、伸びコツ最低3つかんだから、ちょっとここは評価に走ります。いや、今のはどっちが良かったかっていうのはもう分からない。ちょっとさなちゃん評価上げとこう。てか、さなちゃんの練習後の追加イベント起きなかったな。それも狙ったんだけどな。11月1週以降はクリスマスのバイトイベントが起こるんで、これ狙っていくのはかなりありですね。イベント内容的には相当強いんで、サナちゃんやってこう。ちょっとオクタビアになるかもしれないけど、オクタビアだった。サナちゃん評価よ、乗ってくれ、頼むぞ。あ、ここでも評価あかんだっけ。回復して経験点もらってコツ掴んでラブパワーだからね、かなりいいよね。オクタビアマジでなんでこんなコツ来てんので、虹谷は純粋にコツが欲しい。で、ちょっと待って、だいぶ空き地になっちゃってるけど、ちょっと宝石でしょ。で、宝石で丸石は一応購買部、丸石はほっといても割と手に入るんで。で、ツルハシ作りたいんだけど、雫がね足りなくなるんだよね。
雫も意識して回収していかないといけないんだけど、いけないんだけど、ちょっとここは虹谷からコツをもらいたい。くれない。購買ここダイナマイトは早いな。でこれは金得なので練習して進めていきます。でサナちゃんが来ないね。宝石かちょっと欲しいよね。でただちょっと先に球速を上げておきたいけど全然伸びねえな。まあいいか、ちょっとやろう。これは宝石回収でおにぎり、いいね。実質1しか減ってない。自然回復合わせてプラスになってるし。どうえ、いや伸びコツは正直5でも全然いいから。雫もないしね。っていうか大悟が乗ってねえじゃねえかよ。そもそもどうすっかな。大悟乗せよう。告白が来るか大悟が来るか、ちょっとそれにかけよう。虹谷お前か。まあ、サナちゃんはね、まあ、最悪クリスマスで確定彼女になるんでいいっちゃいいんですけど、このイベントねかなりいい。虹谷とオクタビアのコンボ、これマジ下にすると経験点もらえて、しかも縛りを3でもらえるんですよね。この縛り3っていうのがマジでいい。で次、ここ第5キューパーか、足りてないね。やろう。石を回収しつつ敏捷ポイントめっちゃくれる。でサナちゃんしょうがない、これはもう告白イベントが起きてないんですけれども、一応ここで確定彼女になります。彼女になってない時は同へ。オクタビア、サナ同へだな。あれちょっと待って、どうなってたっけ今。これあるじゃん、宝石はあるのか。亀石は宝石スキッパーだ。こんなにいっぱい持ってんのか。同栄から回収しようじゃん。練習か。同栄もなんかなかなか来んないよねコツを。来た絶対無理。制圧、ああ成功した、やった完全制圧。宝石、野球が上手くなりたい。大吉やった。大悟は来ない。大悟は評価が乗ってない。一応乗ってる。ゲー欲しい、虹谷のコツ欲しい。ちょっと待ってね、こっからそうダイナマイトも作るためには心石をやらないといけないんだよね。亀石作っておこう。デートを進めていかなきゃいけない。いやーこれコツだな、マジで欲しい。虹谷さんコツをくれない。絆ちょっと遅かったな。絆も進めていかなきゃいけない。これどっちだよ、オクタビアと同栄。同栄設計族で、オクタビアお前か。どんだけ宝石あるんだよ。これどうする、なんか上にしてみよう。もう1月だから体力減ったひどい。雫が足りてないね。カメも足りてないけど、ちょっとここはデートして心石を早々に回収しましょう。サナちゃんはカラデートないよね。一回も起きたことないから、ちょ見る。うおーめちゃくちゃ石が取れる、雫が取れるな。虹谷のコツがあるな。ダメだ、あれが進まない。ここの空き地が多すぎる今のとこ。ちょっと待って、購買部作ってね、間違えた、逆だ。ここで、ここに作ろうと思ったら
ちょっと取り壊そう。コンバイブ割と入るからね。こっち設計図目的、設計図目的。いや、ツルハシ作ってねえじゃん俺。雫が足りてねえんだよ。雫回収で、二次体のコツも回収。マジでこの練習は何なので、ここ一応取っておきましょう。どうへ縛り、勾配で、いやさすがに二次体に来てるけど死んでしまうな。コントロールはあれか。じゃあ一緒に作りたいから、ここはデートだな。もうバレンタインとかそういうのは気にしてらんない。で、ここどうしようかな。ストレートにしとこう。バレンタインです。コツ誰だ。サナちゃんはいいや。西谷、お前のコツは欲しい。で、経験点少しさばいてきますか。球速144にしておこう。で、変化球適当にスライダーでも置いとく。6まで。で、ダイナマイトは作っておきたいんだよね。作っておこう。亀石を上げられないよね。あれが併設ができねえな、貯蔵庫が。宝石ばっかりあってもしょうがないからな。ツルハシ、ツルハシもちょっと作っとこう。で、なんだっけ、あ、虹谷か。大悟くんも結局何回かは練習しないといけないからね。やろう。すいません、ちょっと映像が飛んでしまいましたけれども、続けていきます。で、練習。大悟評価少ない。オクタビアか、よく来るなお前は。ちょっとメンタルもあれだな。遊ぼう。ここは大悟と、いや遊ぶって言って練習してるからね、一応バッティングセンターで160キロ打とうとしてるから。さて、ダイナマイト一応見ておきます。いや微妙。あー、これはやろう。あふれるものはなし。大悟もいるし、おにぎりもあるし。回収。さらに経験点。アーサー、これは上にしておこう。体力回復量がちょっと少ないけど、ポーカーフェイスを最大値までつかめるのがかなりでかい。投影コツ欲しいよな。スタミナもちょいちょい意識して上げていかないと。っていうか併設ができないんだけど。これレベルアップしよう。で、これをいいツルハシにすると宝石の消耗になるんで、雫石が足りなくなるんで、さっさと変えよう。どうしようかな。道江くんのコツ、丸石はまあまあ、亀、雫と宝石か。枯渇させるんだったら練習のいないところだよね。守備練は人がいないんで、得意練習を入れてると埋蔵量が増えるんで、得意練習を入れてないと埋蔵量はかなり少なめなんで、まあ、枯渇には向いてるというところですね。ちょっと同盟のことにしよう。あ、デートしてもよかったかな。同盟と、こいつらマジでコツくれねえな。何なんだ一体。いいツル走りで、ダイナマイト来てた、ちょっと見よう。100で、微妙微妙だけど、サナちゃんか。オクタビアマジでコツ率高くない。で、これちょっともう取り崩します。雫はほんと足りなくなるんで、で、いいツルハシ、これ欲しいし使うんで、これにしとくでしょ。で、設計図がちょっと宝石に偏りすぎてるんだよね今回。それを考えると、ちょっと無難にサナちゃんで丸石を取っていこうかな。コントローラー3か、ちょっと5にしておきたい。
って低めは取る、雑さも取る、キレはコツがないとちょっと厳しい。完全制圧はなんか最後にコツくれたよね。オクタビア、縛りは読んでいいでしょう。じゃあ2球種目を覚えますか。2球種目なんとなくシュートにしよう。でちょっとここはもうダイナマイトちょっともったいない気がするけど、サナちゃん丸石を作りますね。丸石貯蔵庫狙いで、でいつがシムケット、さてここからまずこれをレベルアップさせるでしょ。でここに丸石を作ろう。丸石採掘場で丸石いっぱいあるから、なんだっけ、貯蔵庫ができたら早急に取り壊す。で亀はもう置いとこう。ちょっと亀は亀で必要になるからね。でちょっとコツを見つつ、オクタビアまたか、デートを進めます。ここは心石をゲットするために、これで併設ができるんで心石足りるよね。して調子悪すぎだなお前、コツくんないし。で丸石貯蔵庫、下にすると体力回復できるんですけど、特に体力は満タンなんで上にします。ダイナマイトを見ましょう。うわ微妙、やろう。ダイゴの評価も足りてねえし、なので、まず丸石は取り崩します。いらんもん丸石は。丸石貯蔵庫、これ丸石は足りるよね。で何取り崩す、宝石は無理だよ。一回これ取り崩しちゃう。ツルハシはだって欲しいし、亀は亀で必要になるから、ちょっと一回購買部取り崩そう。購買部取り崩して所持限界になってねえし、所持限界になってないけど、ちょっと宝石、うわこれで宝石めっちゃ使うんだよね。レベル上げられる、しか雫も足りねえな。雫欲しいんだよな。アーサー骨第5経験点400、いや少ない、いや少ないよな。ちょっとこっち雫欲しいけどな。経験点に目がくらむ。そろそろさばいていかないとまたなくなる、なくなるというか溢れる。監督評価はバッチリ、全く気にしてないけどね。監督追わなくていいっていうのが結構ね動きやすくなるんですよね。で変化球はじゃあちょっとシュート、3種類覚えたいんだよね。3種類覚えたいんで、まあ、ちょカーブにしとくか。で精神打たれ強さ1かよ。打たれ強さ取ってないんだな。同栄のイベントまだ終わってないよね。同栄のイベントが終わんないとサナちゃん最後のデートができないんで、たまにそれが足かせになるんだよね。心石が欲しいっていう時にデートができないとちょっときついものがある。ダイナマイト来た、星石の貯蔵庫も来てるんですけど、これはさすがに今星石の貯蔵庫は貯められないんで、いや不足してる、宝石がやっぱり不足してんな。これあげよう。3、これでダイナマイト分は大丈夫って。全然無理だこれ。いいツルハシか、すごいツルハシにしとくべきだった。亀石を使ってちょっと失敗したな。西谷コツが欲しい。宝石もゲットできるしな。だって西谷今どういう状況よ。全然だよね、キレ取ってないでしょ。あ、脱サンは取ってあんのか。となるとあと甲骨か。
ちょっとこれはここでいく。石が欲しい。そしておにぎりもゲット。よし、ここさゴールになった。おにぎり、俺はかっこいい。でダイナマイト、おにぎり、いや微妙、これは微妙だ、いやこれは微妙。でこれ所持限界になってるから多分減らないよね、もうさすがに。で丸石はいっぱいある。あと石だけやたらあるな。じゃあちょっともう一回デートしちゃおう。あれ足りる、いややっぱり足りねえわ。4回目、動画が終わらないと5回目ができない。前にだから別に重くないと思うんだけどね。アーサーが先か。これはもうちょっと逃げよう。撃たれた、あぶねえ。エクスカリはちょっと欲しかったけどね。変幻自在に逃げよう。やっぱりここは、あーこれ普通に経験点でかいな。これはちょっとやろう、やりたいけど、やりたいけどどうすればいいんだ。宝石があと3ターン、丸石もあと3ターン。活気をねもう1段階上げたいんだよね。活気を上げたいんだけど、精神ちょっと打たれ強さでさばこう。700でしょ。大丈夫だな。でここは優しいメッセージ、これで体力回復が狙えます。でこれはよくわかんない、いつもよくわかんない。あ体力回復できた、そうだなんかあったな。でダイナマイト、メンタルのダイナマイトってのはいらないな。やっとく、ちょっと雫全くないからね。虹谷骨も来てるし、やっちゃいますか。はい大丈夫大丈夫、まだダイナマイトくるくる。本当にこいつ経験ってばっかだな、どうなってんだ。てかまだ2回目お前。ちょっと待てよ、いくらなんでも遅すぎるだろう。カメも下宝石が全然ねえわ。ちょっとコントロールに振ります。急速に振ろう。で技術が意外に足りてないな。150に止めとくか。で変化球のカーブ、そこからじゃあちょっと足りないんで、ここは亀石か。ツルハシよ、ツルハシ、ツルハシをすごいツルハシにして、亀石がどうだろうな。いや亀石は1個ずつ補充されていくから、でここでちょっと亀石を回収しよう。同栄のコツ、伸びくれくれない。でここでただ亀石をゲットできたな、すごい鶴橋になって、でこっから亀石を消耗することになるんで、あ埋蔵がもう終わったか。丸が大丈夫、変化球も大丈夫、これお取り潰ししよう。購買部丸石がいっぱいあるんだよ。で購買部を上げていって、活気を上げていく。でこれも宝石が足んで、宝石やっぱり足んなくなるな。いやー練習ができない、そもそも練習ができないんで、デートもできないんだよね、動画が終わってないから。じゃあ遊びに行こう。欲しいしちょっと余っちゃってるから。でダイナマイトもゲットしたけど結構あんな。これ何がいいの、カナ君のやつにしとこう。
これなんかテンポが入るんだっけ、テンポ丸になった。でダイナマイト、うおー 16% やりたい。これはちょっとやろう。その前に施設を見る。レベルアップできる、できるな。これ活気マックスになるよね。紙石が足りなくなりそうだけど、宝石が足りてない。いやー宝石マジ足らんわ。で次絶対練習できなくなるけど、これは筋力大丈夫。ちょっと待って、スタミナが全然上がってないからね。これスタミナ上限いけるか、不安になってきたな。うわ食った、しょうがねえよね。割と無理してきたからな今まで。で先手必殺回収して、ちょっとダイナマイトまた来てるな。スタミナ、メンタル、宝石が足りない 8%300。 いやこっちだな。次は失敗するなよと言いたいけど、ちょっと上げとこう。少しでもケチる、直上げの恩恵を受けるマジなんなのお前体力ここで回復した、ちょっと遅えよ。変化球、丸石、大悟乗ってない、やる。重い球、てか同栄、同栄ようやく来たかお前。これでこれで進められる。あれ街道分のない、足りねえ、街道分の筋力がねえわ。あー待て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 、埋蔵が OK になったな。精神、精神は足りる。でそうだよ、欲しい石をやんなきゃいけないんだよ、欲しい石をやんなきゃいけないんだけど足りねえよ。筋力メンタルって亀石使うのか。雫も足りてないしな。え、どうする、ちょっとちょっと厳しいなこれ。一旦お取り潰し待つしかなくね。え、何すればいいのね、ちょわかんねえ。もう一回スタミナやる、わかんねえかやろう筋力稼げるし、すげえ悪手だったっぽいなこれ。で要はここでよし、カイドウ取れる、カイドウ取ってでどうする、で星石もじゃなくてここの石も回収する。でもちろんここはヒゲ、体力も回復、新カイドウ取って、でこれをお取り潰ししよう。一応精神ちゃんと見とこう。330、変化球がだいぶ余ってんな。ただ変幻自在を取らなきゃいけないけど、それにしても余りすぎてんな。ドクター系分もあるでしょ、金縛りは取っておこう。え、どうしよっか、まあ普通にカーブ上げとく、カーブとシュート上げとこう。でデートする、あ間違えちゃった、デートじゃねえよ、デートはしたんだよさっき。お取り潰しして、お取り潰しして、欲しいし摂氏300で、欲しいしは3つあるから大丈夫。亀石が足りなくなってきてる、なんでこれか、マイナス5、結構でけえな。やろう、これで当分しのいでいきますか。雫も欲しいし、亀も欲しいし、枯渇してるし、てか大悟乗ってねえし、うんー、どっちがいいかな。何を使ってるんだ今、
雫を使うことはないのか。亀だな。じゃあ亀結構使うから、残り1ヶ月、1回ちょっとダイナマイト来てほしいな。ダイナマイト来た。ダイナマイトに恵まれてないけどね俺。少量、もうこれなくなるんだな。技術足りてないからちょこっちにするか。これで枯渇したっしょ。ここです。試合はサクッと、サクッとじゃないけどサクッと終わらせちゃいます。お前マジで何失点してんだよって。失点しすぎでしょう。でここはちょっと精神にない限りは寝るが吉だ。ちょっと待って、終わらせたっけ。大悟終わらしてねえわ。危なかった。回復した。よかった。寝なくてよかった。で、これも貯蔵限界に来たんで、お取り壊しするでしょ。ちょっと待って。まずコントロール乗せておこう。100に。で、これはお取り壊しして。どうしよっか。なんだかんだで、ね、技術メートル足りてないよね。技術メートルって技術が足りてないよね。なんか少しでも技術を回収しておこう。で枯渇寸前なんでちょっとここでいっちゃいましょう。うわまだ全部できてなかったか。じゃあここもサクッと最後枯渇させたい。練習は絶対できる。いやもう今更ダイナマイトはうお来た。あースタミナにあるな。経験点的にはこっちが悪くないけど、ちょっと待って、スタミナ直上げしよう。どうせだ、上げだけ上げよう。 S まで上げとこう。で最後にスタミナのダイナマイト、まあ火力は微妙だけどね、枯渇寸前だからね。7も上がったから、勢いよう。精神、精神は結構余る感じだね。てか変化球も今回余ってんな。筋力は足りてない。でスタミナのちょっと先にあげちゃおう。変化球マジで余ってんな。切れ取れてないし、尻上がりとかもか。ドクター K も取ってないってか、全然筋トク取ってないな。意気揚々が取れる。いやきつい、ちょっときつい。メンタルをやりたかったけど、ちょっと寝よう。あと2回しっかり練習する。サクッと終わらせる。ここからはちょっと足りない経験点を補っていく。あ、スタミナやりてえな。正直変化球なんかいい気がするんだよな。技術もただなんだかんだで足りてない。変化球この500ポイントどうするっていう。まず変幻自在でさばかなきゃいけない。筋力が足りねえ。マジで筋力足んねえわ。これちょっと変化球練習ができないな。スタミナ、あそうか、もうさばいちゃったんだ。じゃあちょっとこっちだな。こいつは経験点をくれる。虹谷。さて最後、筋力が欲しいけど変化球はいいや。虹谷、お前は筋力をくれるはずだ。よこせ。きれ。今さらコツをよこしても。あ、そうオクタビアがいるから
フリート高校オクタビアにならないんだよね。ピッチャーはキレ取っとこ、せっかくだから。変化球ポイントも余ってるし。で、尻上がり取っとくか。ドクター K トレーン、勝利の星、先手必殺。え、最後の経験点で大丈夫これ乗る。一応大悟くんも経験点くれるからね。すげえ平和な戦いだった。やった、80も手に入った。ありがたい。スカウト評価はね多分低いと思う。1位、全然低くなかった。全然気にしてなかったのに。よし、最後この経験点を漁って金徳を回収しなくては。大悟ありがとう。で最後エピローグなぜかくれる。制圧。噛み合わせはね、なんかね、よくなかったよね。あの最初サボり癖治んなかったりさ、その千丸がついてたわけじゃないから、ダイナマイト2回も失敗してさ、これ余ってんな経験点。ちょ、まずは金徳を抑えましょう、きちっと。ドクター系勝利の星、先手必殺。うお、筋力が完全制圧、結構重い。で変化球さすがにこれもったいないんで、もう一球種覚えますか。じゃあカーブ覚えてんだっけ。ちょっと第二変化球覚えてみよう。俺第二変化球持ってるキャラクター多分いない。スライダーが7だから、高速スライダー曲がらないやつにするか。ちょっと待って、カーブをスラーブ気味にするか。ドロップとドロップカーブって何これ、違うんだっけ。ナックルカーブ、どうしようかな。これでなんかすげえ悩んじゃってるけど、緩急をつける。カーブがもともとそんなに速い球じゃないかな。高速スライダーですよ。あんまり曲がらないけどね。技術が1足りね。1か1しかいけないか。1しかいけないんだったら、ちょっとじゃあ下覚えよう。結局第二変化球覚えないっていうね。チェンジアップ、よし、これでいこう。チェンジアップだったら別にそんな曲がんなくていいでしょう。あとはまたさばいていく。対強打者せっかく使った。もう何も取れねえ、多分何も取れません。変化球ポイントが余ってしまったら根性取るか。ポーカーフェイスはさすがにいらない。弾道上げておきたい。いやー無理だなこれ。代打ホーム突入。逆境取れるわ。逆境取れないかなって思ったけど。で、コンスタでいきますか。じゃあ名前は、コンスタ102。顔はちょっと変えます。モヒカンで。まあそうだよね、ちょっと厳しいところはあったけれども、まだまだね伸びる余地というのはありますので、ほんと今回ちょっと噛み合わせが良くなかったんで、もうちょっとね、強い選手は作れると思います。やっぱオクタビアはいいね。これでオクタビア技術ボーナス入るようになれば、さらに技術が使えるようになるんで、そうすると特能がもうちょっと取れるようになると思いますので、まあ今のところの目的はね、やっぱりまあ皆さん PG クラスだと思うんですけど、自分は多分そんなには出せないと思います。多分 SS56 あたりをまずは目標に作っていきたいと思います。そんなわけで、オクタビアね、またオクタビアってだから常設じゃないの、ちょっとそこが分かんないです。フリート高校の常設かと思ってたら、なんか今回来たからね。まあ一応もうちょっとオクタビア研究して、マントルも研究して、
あの立ち回りをね、うまく、やれればと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。